秘宝、ポリコレリトルマーメイド、大爆死、主人公のアリエルに黒人を起用したことによって、一部のネット民たちによるハルマゲドンの戦いにまたしても燃料を投下した今回の作品。なぜ、ポリコレはアメリカ、イギリス、フランスといった特定地域以外では流行しないのか、なぜ黒人アリエルは大爆死したのか、について解説していきたいと思います。これがないかを拭えなかったに尽きる。リトルマーメイドという IP で悪人以外を主演にしたから以上ということに尽きるのですが、三国志とか戦国武装で主要人物がアジア人以外だったら違和感あるでしょって話で、別に中国とかアジア市場が差別的だから受け入れられなかったわけじゃないと思われます。ただしこの話で歴史があって、ヘンリー6世って演劇で黒人俳優外国王を演じたことがイギリスで受け入れられちゃって、あれ、これってもポリコレのニックネームがここまで来てるんじゃねと勘違いしてしまった人もあり得るかもしれません。舞台というのはあくまでも隙間が見るハイソサイティのエンタメであって、映画のようなロースクサイ劇がたしなむ大衆文化とはニーズも求めている内容も違います。舞台で坂本龍馬をアメリカ人が演じたって、アメリカ人のその役者ってすげーってなるけど、大河ドラマとかで史実に基づいたシナリオで坂本龍馬をアメリカ人が演じるってことになったらソース感食らうでしょって話で、人種云々とか黒人は白人の介護官だからとかそういうのじゃなくて、金を払ってくれる客に思ってたんと違うか、ちょっと何言っているかわからない、与える要素はそもそも受け入れられないよねって話です。引用でオスカー超も示唆しているが、引用については詳細欄に記載しています。私の知る限り問題はハリーベイリーの人種そのものではない。そうではなく、ただ馴染みのあるキャラクターが政治的公正の名の下で変更されたことに不満を抱いているということで、 IP 使って IP の認知力で集客にブーストをかけようという戦略なら、古参のファンや大衆が持っているイメージから大きくかけ離れると、クソ映画大好きファンのセンサーには引っかかるかもしれないけど、大衆には受けないよって部分で、例えばハッピー人魚伝説とかファインディングハリーみたいな感じの映画のタイトルにしたらソース感することはなかったと思われます。なっ、IP 使わないで作ったファインディングハリーが集客力あるかって言われたら別の話になりますが、まあこんな感じでポリコレしていない他の作品と比較すると見えてくるものがありますが、そもそもポリコレしたら特定地域以外での興行収益は狂いません。ポリコレは一切気にする必要のない、いろいろな人種が出てお祭り騒ぎをするワイルドスピードがめちゃくちゃ当たってて、しっかりインド人を起用して作ったアラジンがまあまあの当たりを引いているところからも、黒人のクソってわけじゃなくて必要に一部のノイズにマイノリティに漏れた結果だと推測できます。逆にワイルドスピードさんのように日本が舞台なのに主演がアメリカ人韓国人で作られた3話をおこけしたように、しなくていいことしなきゃいけないことを怠ると当たり前のように大爆死します。ではなぜポリコレ危機にここまでアメリカエンタメ業界はおもねらなければならないのかについて軽く解説をしていこうと思います。理由は面倒くせえから。面倒くさいんかい。本当は文化的背景とかいろいろあって、例えばオーストラリアって環境ヤクザとか環境カルトの巣窟みたいになっているのですが、これはオーストラリアに移住してきた白人の先住民が動物とかを虐殺しまくったのを吹いた祖先が、過剰な動物に対する配慮を教育に入れ込むことによって環境ヤクザとか環境カルトの巣窟みたいな国になってしまいました。これと同じようにアメリカというのは奴隷と人種差別と格差の国です。奴隷制度は廃止されましたが、その罪悪感から教育によって奴隷や差別は良くないという教育が、奴隷が存在しない国に比べて教育されます。この結果、差別や奴隷に対して過剰に反応する過激派の総数も奴隷や人種差別のない国家に比較して多く排出される傾向にあります。要約すると、自分たちが過去にやらかした罪悪感をポリコレという皮を使って奴隷や人種差別の歴史的背景のない国に押し売りをしているように見える。文化の押し売りは受け入れられないケースがとても高いよ、というのがポリコレのざっくりとした文化的背景です。次に面倒くさいという部分の説明ですが、実は大企業というのは民主主義国家における現実社会においては独裁者のような振る舞いができるキングですが、ネット環境では3度バックに成り下がります。ここが民主主義の得意点だとも言えます。大企業というのはひたすらお客様の声に対して真摯に受け入れることをほぼ強要される立場であり、どのようなご意見に対してもお客様のおっしゃる通りでございます。貴重なご意見は本社に投げてすぐに反映させていただきます。最大限努力いたします。というようなペコペコバッタをしなければならず、悲しいな。ここにツイッターと呼ばれるクッソリフレッツに簡単に炎上のようなものを作り出せる措置を手に入れることに成功したポリコレたちは、意図的に炎上を生み出すことでサンドバッグである大企業に対して自分たちの極端なイデオロギーを押し付けることが可能となりました。炎上ってどうやって作り上げるの？についての詳細リンクは概要欄に貼っておきます。このようにツイッターと呼ばれる悪魔的炎上装置のようなもの、炎上や他人に対する対立を煽ることで集客に成功しており、認知力の高いツイッターガスレッツのような新規 SNS によって影響力を下げない限りは、今後もポリコレにおもねったハリウッド作品だったりアメリカゲームは生産されうる可能性があります。悲しいな。とにかくネット大企業ではない大企業とって、クレーマーというのは非常に厄介な存在でしたなく、クレーマー処理をするためにある程度の電話番をコストをかけて用意せねばならず、クレーマーは
そういった新興国、主にインド人の語学が達者な文化的底辺に対して一方的に自分のイデオロギーを押し付けることができるという。先進国のクスが後進国の第二言語を喋れるエリートに対して一方的に唾を吐きかけることができるという健全な状態になっておりますし、クレームをするクスたちはそのことに気づきません。悲しいな。このクレームあってクソ面倒くさいよねという話は何も2010年に始まった話ではなく、時間部でもクレーマーに対応するのが面倒くさいからという理由で過激な番組は軒並みテレビから消え失せました。その結果、過激な番組は YOUTUBE に習いました。これはこの雑な表にもある通りクレーマーだったり、コリコレソーシャルジャスティスウォーリアーにとってネット民というのはぬかに釘のような存在であり、大企業と違って影響力工作も効果がほぼありませんし、大企業ではないのでペコペコバッタをする必要がありません。なのでYouTuber やネット民に対してはどんなに Twitter で影響力工作を仕掛けてもほぼトローに終わるわけです。まとめると、ポリコレを黙らせるなら Twitter の影響力が下がらない限りは、今後もポリコレ作品は突発的に排出される可能性がある。ポリコレが嫌われる理由は、個人的で過激な価値観をポリコレの皮をかぶせてアンチからマウンティングしてくるから。リトルマーメイドはポリコレが原因で爆死したが、黒人が白人の介護官だからという理由ではないということになります。面白かった、ためになったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。